ティミシュアラは、ルーマニア西部トランシルバニア地方の都市。行政的には、バナト地方に属し、ティミシュ県の県都で、ルーマニア第四の人口を誇る。都市の名は、ティミシュ川に由来する。ティミシュ川は古代ローマではティビシス、またはティビスクス川として知られていた。ティミシュアラには、多数の少数民族がおり、多文化都市となっている。ティミシュアラの、主な少数民族は、マジャル人。 ドイツ人、セルビア人であるが、イタリア人、パレスチナ人、キリシャ人も居住する。ティミシュアラは工業都市であり、またヨーロッパで最初に電気による街路島が導入されたことで知られる。1685年のティミシュアラ1019年、ティミシュアラは初めて文献に登場したと考えられている。これは東ローマ帝国皇帝バシレオス二世によるもので、リビスコス、ビシスコス、 ティビスコス、ティビスコン、ティビスコ等々の名称が使われていた。しかし歴史家の中にはこれらの名称を現在のティミシュアラと結びつけないものもいる。市の名前の最初の表示は1177年の記録に記述されているカストレンシスでタイムズで、これはこの地域を流れているティミッシュ川の名前に基づいている。ティミシュアラの鳥での最初の記載は1212年の 日付のハンガリー国王アンドラーシュニセイの布告に見られる。1307年、ハンガリーの王カーロイ一世がティミショアラを訪れ、石の要塞を建設した。1315年から1323年の間、カーロイ一世の宮廷は、ハンガリー王国の首都になったティミショアラへ、強制的に移動させられていた。この短い期間は、死に発展をもたらした。 14世紀の中頃からは、ティミショアラは、オスマン帝国軍と西側のキリスト教国の戦いの最前線になった。1443年から、フニャディアーノ氏は、ティミショアラに強力な要塞を建設し、トルコ人に対する軍の拠点として使用した。都市は、1462年、1476年、1491年、そして1522年に、 オスマン軍によって繰り返し包囲された。ハンガリーは1526年にモハーチの戦いで壊滅的な損害を被ったが、ティミショアラは1551年10月までオスマン帝国に征服されることはなかった。オスマン帝国に侵略された後、市はオスマン行政区テメシュバル州の中心地になった。要塞は再建され、ベオグラードと共に、 オスマン軍の重要な軍事基地として使われた。軍の方針により、都市自体はオスマンが管理していた間、ゆっくり発展していった。ティミショアラには、木と石の城壁に囲まれた、城と都市の二つの要塞化された場所があった。城壁の周囲の堀と、二百丁の銃が都市を守るために、用いられた。城壁の中にはおよそ1,200の家、学校、ホテルと公衆浴場が建てられており、 一方、城壁の外には、他におよそ1500の家が存在していた。1716年10月12日、オード戦争で、オスマン軍は、プリンツオイゲンに率いられたオーストリア軍によって死から、追い払われた。ティミショアラは1718年のパッサロビッツ条約により、オスマン帝国から、ハプスブルク帝国に公式に譲渡された。1720年のデータによれば、 町の大部分の住民は、セルビア人で、そして少しのルーマニア人がいたが、後に、ドイツ人、イタリア人、スペイン人の移民が、この地域に定住するために連れてこられた。ハプスブルクの支配下で、1723年に、新しい石の要塞が、都市の周囲に建設された。城壁の中に、地、病院、学校と教会が建てられる一方、市の外には、工場が作られた。 また、ベガーとティミッシュ川が管理され、都市の周りの湿地帯が埋め立てられ、ベガ運河が作られた。この期間には、強力な経済発展と人口増加があった。ティミッシュアラは、オーストリアでも重要な都市のうちの一つであり、1781年、王立自由都市となった。この時期、しばしばティミッシュアラは、ティミッシュの上の城を意味するドイツ語の名前タメスチャバーグ。 またはハンガリー語のタメスバーに基づいた、タメシュワルと呼ばれた。1848年革命により、市はセルビア軍によって占領され、1849年にディミシュアラはセルビアのボイボディナとタミシュバナトと呼ばれる新しいハプスブルク行政区の中心地になった。第一次世界大戦の後、1918年に一時的にバナト共和国となり、その後、市内へ、 セルビア軍が侵入してきたが、1919年、ティミショアラは大部分のバナト地域と共に、ルーマニア王国の一部となった。1989年12月16日、ニコラエチャウシェスクの指導する共産党政権に対する放棄がティミショアラで起こった。ハンガリー改革派協会のボクシラー・スロー提携主を解任しようとした秘密警察に対して、 市民が提携主を支援したのである。このティミショアラの放棄は、ルーマニア革命の始まりとなり、一週間後のチャウシェスク政権の崩壊とルーマニアの自由化へと、つながるターニングポイントとなった。同年12月20日、ティミショアラは、ルーマニア最初の自由都市と宣言された。報告された革命の間の死者は1,104人、負傷者は3,352人であった。ティミショアラは、 ハプスブルク帝国が統治を始めた18世紀から強力な経済の中心地であった。オーストリアの領土となることにより、民族的、宗教的な多様性と法律の革新が起こり、経済が発展し始めた。市に定住した技術者と職人はギルドを設立し、市の経済の発展を助けた。この時代に開かれたベガウンガは、近代ルーマニアの領土の中で、 最初の航行可能な運河であった。これにより、市はヨーロッパ各国と、そして国会を通じて世界と接触することになり、商業主義の発達に至った。また、ティミシュアラはトランシルバニアの工業と文化の中心であり続けた。1718年、バナトとトランシルバニアでは最初となるビール工場がティミシュアラに建設された。ルーマニアで、 最初のタバコ工場も1728年に建設された。また1760年、オーストリア・ハンガリー帝国で最初の街灯が導入されたのもティミシュアラである。これは、ろうそくと油脂によるランプを用いたものであった。その後1884年には、道路に電気照明が設置されたヨーロッパの最初の都市になった。1857年にはティミシュアラと、 セゲドを結ぶバナト地方最初の鉄道が引かれた。今日のルーマニアで国際的な路線を持った最初の都市である。また、ティミシュアラはハンガリー王国内で、後にはルーマニア王国で最初に救急車が導入された街でもある。近年、特にハイテク分野において外国からの投資の数がコンスタントに増加し、ティミシュアラは著しい公共を享受した。 それはルーマニアで、ブカレストに続き2番目に反映している都市としばしば考えられる。そして、いわゆるティミシュアラモデルが他の都市に適用できたかどうかについての活発な議論があった。2005年後半、フランスのザ・シエル・エクスパンションの記事は、ティミシュアラをルーマニアの経済のショーケースと呼び、第2の革命として対外投資の増加数に言及した。 いくつかの局地的な投資は別として、アメリカ合衆国からと欧州連合、特にドイツとイタリアからの相当に多くの投資がティミシュアラに対して行われている。大企業のうちティミシュアラに定着したものには、数年の間ここで創業したコンチネンタル AG、リンデ EN、リンド EN、ドラックスラメヤーグループ、フレクストロニクス、プロクターギャンブル、ネスレといった企業などがある。 ティミショアラの公共交通機関網は、11の路面電車線、9つのトロリーバス線と15のバス路線からなり、レギアウトノマデトランスポートティモソラによって管理される。また、ルーマニア第2の航空会社、カルパトエアのハブ空港、トライアンブイア国際空港が所在する。CFR の駅は、ティミショアラ北、ティミショアラ東、ティミショアラ西、ティミショアラ南があるが、 メインの駅は北駅で、ブカレストやオラデアに向かう、国内路線のほか、ベオグラード、ブタペスト、ウィーン、ミュンヘンなどと結ばれる、国際列車も発着している。ありがとうございます。